おはようございます。おはよう。今日も早いですね、米田さん。まあ、そうやな。いや、僕も米田さんのそういうところだけは見習わないとな。そうやな。今日も頑張りましょう。頑張ろう。はい。いいですか。いや全然いいよ、俺が早いだけやからさ。いやダメだよ木下さん、やっぱり僕たちは後輩のペーペーなんだからさ、一番早く来ないと、先輩より早く来る、それが社会の常識ってもんだよ。だから Z 世代とかって呼ばれるんだよ。せやな。じゃあ西倉くん稲田さんに早く来たの。当たり前じゃないか。せやな、私じゃあ全然わかんない。いや、いいよ。成績次第だから、営業は。これなんですけど、これどこのファイルになりますか。これね、これ、ここの隣側の上に。おはようございます。おはようございます。ヨネダ、はい、木下に教えてあげてるのか。はい。お前やるな、めっちゃ先輩してるやん。いや、そんなことないですよ。いやいやいや、木下、もう米田はもうほんまに最高で素敵なやつやから、もう全部見習ったらいいから。そうですよね、うん、いつも丁寧に教えてくれます。せやろ、はい、あ、真鍋さん、お真鍋さんにお伺いしたかったんですが、うん、今ね、田中さんってお客様のところに出てまして。あ、いやいや、米田に聞いたらいいんちゃう。いやいや、やっぱりトップ営業マンにご教授いただきたいじゃないですか。いや、俺も米田もそんな変わらないやん。それはないですよ。そうかな。ちょっと待ってください。また準備したら教えてください。はい、お願いします。おはよう。おはようございます。木下さん。はい。おはよう。おはようございます。いや、木下さん、ちゃんと人と挨拶するにはもっとちゃんと目を見て挨拶しないと。はい、もう一回行くよ。おはよう。おはようございます。それそれ、いいじゃん。もう実に気持ちいいよ。いやー、いいな。うん。いやー、せっかくだった。ほんまに。てんねんけど、あの教育係ちょっと変更するようにするわ。うん、今あのカタログにやってもらってんねんけどな、あ緊急で、え、ちょっと米田お前やってくれ。え、僕ですか。お前や。うん、とりあえず米田に全員ついていくような。え、全員ですか。全員やろ、当たり前や。お前新人の時にみんなにやってもらったこと忘れたんか。お前初心を忘れんな、お前は。え、初心から契約ケースは変わってないけどな、お前。まあまあ、ええ、とりあえずよろしくな。はい。うん、あれ、あの、今日の常連とまんやけど、うん、やるんだ。おい、大丈夫か。いや、今までがっつり教育係なんかしたことなかったんで、どうしたらいいのか分からなくて、それに全員連れてって、自分の成績にも影響出そうで。
難しく考えちゃうな。はい、考えすぎなんですかね。どうしたらいいのか分からなくて。ヨネダ、はい、お前に一つ教えておきたいことがある。俺が大切にしていることはその人のことを知るってこと。知ることですか、うん、人にとってさ、別に営業なんかうまいとか下手とかないと思うから、その人のことを知って自分がどう思うか、それが答えやねん。もうそこまでいけたら営業いけるから。大丈夫、お前ならできる。みんな期待してるから。あ、はい、ありがとうございます。頑張れ。はい、お前だってできるぞ。はい。お願いします。はいよ。これ、トマ、はい、シートベルト、OK？ はい、OK。 じゃあ出発するね。はい、お願いします。出発。木下さんってさ、趣味とかあったりするの？米屋さんは何か趣味ありますか？俺はな、最近はやれてないねんけど、草野球とかかな。あ、え、野球ですか？うん。え、どこ守ってるんですか？俺は守ってたんライトかな。え、打順は？打順は8番。ライパチじゃないですか、ライパチ。恥ずかしいっすね。僕は3番ピッチャーで、うん、今でもやってますよ。あ、そうなんや、ええ、すごいな。うーん、西倉君は趣味とかあるの？俺は、そういうのは、ないっていうか、まあ、あんまりかな。いざとなったら、難しいかな。でも、あの、木下さんの趣味とか知りたいかな。私やっぱり、買い物とかですかね。はい、突然すみません、市松コーポレーションの木下と申します。え、なんすか？ちょっとこの辺り回ってまして。だから何なんすか？あ、その辺り、この辺り回ってたんで、すみません、市松コーポレーションの西倉と申します。はい、この辺り今回っておりまして、はい、お顔だけでも覚えていただきたいなと思いまして。ああ、なるほどね。はい、あ、そういうことね。あ、分かりました。よろしくお願いいたします。米田さん、さっき喋りました？僕ばっかり喋ってたじゃないですか。え、何のために？いや、冗談じゃないですか。ねえ、木下さん。うん。っていうか、課長ってめちゃくちゃ面白くていい人ですよね。ああ、そうやね。はい、めっちゃ話しかけてくるんですよ。あ、そうなんや。はい、よかったな。あ、あと米田さんめっちゃ同期の中で話になってますよ。え、ほんま？はい、ほんまです、ほんまです。え、どんな話すんの？え、なんか米田さんのこと尊敬してる人いっぱいいますよ。マジで？はい。え、どんなこと話したりすんの？なんかいつも残響してはるなとか、あといつもしんどそうやなとか、ですかね。そうなんや、ありがとう。てかさ、西倉君先話すの上手かったよな。当たり前じゃないですか。僕もね、ずっと研究してるんですよ。うん、例えば心理学とかね、うん、いろいろ勉強して、うん、あ、そやロープレやろうか。時間もあるしな。じゃあ木下さんから行こうか。あ、私からですか？うん、出ました。なんか緊張しますね。全然緊張せんでいいよ。じゃあ
てみますね。うん、はじめまして、一松コーポレーションの木下と申します。なので私はこちらのプランをお勧めしてるんですけど、いかがでしょうか。でもこっちにしようかな。そっちにしちゃうんですか。いや、やっぱこっちにしちゃう。ちょ、米田さん、僕にもやらせてくださいよ。ああ、じゃあ次は西倉で行こうか。よし、行きますよ。はい、行きます。よーい、スタート。はじめまして、一松コーポレーションの西倉と申します。このプランやったらさ、この低いプランに個別でつけた方が料金変わらんくない。ですよね。まあお客様のおっしゃりたいことも、とても分かるんですが、そういったことを思われるお客様たくさんいらっしゃいます。そういった場合はですね、こちらのプランをお勧めさせていただいてるんですけども、いかがでしょうか。じゃあそれで契約でお願いします。ありがとうございます。どうでしたか、米田さん。まあ合格点かな。ありがとうございます。やっぱ僕営業の才能とかなんかそういうのあるんですかね。わかんないですけど。さあ、木下さんってご飯好きなもんあるの。ああ、そうですね。やっぱお寿司とか。わあ、お寿司いいな。お寿司うまいよな。めっちゃ好きなんですよ。うん。ちょ、静かにしまっていいですか。うん。お世話になっております、西倉です。はい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 。あ、先日はどうもありがとうございました。はいはい。え、本当ですか。ありがとうございます。あ、また詳細は、はい、追ってご連絡させていただきます。はい。ありがとうございます。はい、失礼いたします。契約の電話でした。なんかすいません、米田さんの前で僕めっちゃなんか契約しちゃってるみたいで。全然いいよ、すごいな。いや、たまにこういうのあるんですよね。困ったな。てかさ、駅前の居酒屋あそこめっちゃうまいね。あそこですか。そう、美味しいんですね。めっちゃうまいね。行ったことなかったです。いや、課長に連れてってもらったけどめっちゃうまかったですか。そう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 。お世話になってます、西倉です。え、いや、おい、おい、ダメ。違う、勝手に入んな。部屋に勝手に入んなって言ってんの。おい、いいって、触るなって。それ絶対ベッドの下とか言うな。やめて、いいって、もうやめて。いる、いる、肉じゃがいる。分かった。お母さんいるって言ってんの。いつも呼んでるやん、お母さんって。ママ、いる。もう肉じゃがいるからね。いるよ。今のお母さん。え、お母さん、なんで。あ、肉じゃがの話してたから。結構ね、その仕事の商談中とかにも肉じゃがの話するんだよ。嫌じゃん、そんな仕事中にお母さんと電話するなんて。親離れしてない子供じゃないんだからさ、やめてよ。てか、西倉くんってお母さんのことママって言ってるやん。は、言ってねえし、意味わかんない。なんでそういう発想になるの。なんで僕のことを君に、そんな個人的なことを喋らないといけないの。意味がわかんない。絶対違うから、仕事の電話。なんか意外。ただいま帰りました。皆さん、今日はありがとうございました。いいよ、全然。今日のところで質問とかあったらまた聞いてください。はい、一旦メモをしたことをまとめてからやります。はい、熱心やな。早くいっぱい契約取りたい。頑張ろうな。はい。社長、今お時間よろしいでしょうか。何や。今日も米田さんと一緒に営業を回らせていただいたんですけども、正直言って今の僕には米田さんと一緒に回る意味がないと感じました。え？ですから明日から僕一人で営業を回ります。そうか。でもそれお前ええんか。いや、こんなん一緒に回るのなんか今のうちやねんぞ。お前、いち早く皆さんと同じステージで戦いたい。そうか。まあまあ考えとこう。はい、
お願いします。お失礼します。お疲れさん。どうすんねんお前、アホかお前、舐めてんのかお前。